さんこんにちは。今日はこちらマグロのブルスケッタのレシピを動画にします。それでは始めます。今日使うものはこちらマグロ、こちらは今日はキハダマグロになります。キハダマグロ、このキハダマグロを使ってこうマグロのブルスケッタを作ってみようと思います。それでは材料です。まずマグロ、こちらタルタルソース、こちらこうトマトを叩いたやつですね、と食パンです。食パンです、まあ、バケットでもいいんですが、まあ、個人的に食パンが好きなんで食パンを使います。ではいきます。まずはじめこちらをネギトロを作る要領でほぐしていきます。よいしょ、ね、ほぐしていきます。でもいいですね。どうしてもいいな、これ。こういう感じで。していきます。でですね、ほうほう。で、次に、叩いていきます。で、このほぐしたやつにこう自家製のタルタルを入れていきます。混ぜます。こういう感じ。混ぜます。混ぜます。こういう感じです。こういう感じです。ですね。で混ぜます。こちら混ぜる量はお好みでお願いします。はい、こういう感じで混ざります。混ぜます。はい、簡単に使いますよ。あと食パンです。こちら適当に切っていきます。あ、うちの場合はこれは6等分にしています。はい、まず切ります。こういう感じで切っております。はい、じゃあこれを揚げてもらいます。はい、こちら揚げてきたパンです。食パンになります。パンサクサクとしております。こちらにこの先ほどの作ったネギトロを上に乗せます。それではいきます。お皿は今日はこちらの皿を使います。このように好きなように並べてください。パズルみたい。でこちら先はトマトのやつですね。
トマトのペースト、こちらを上乗せていきます。パンの上に乗せます。こういう感じです。見えますか。こういう感じに乗せていきます。こちらトマトのペーストは説明の方にこうレシピ書いておきますので、それを参考にしてください。はい、こういう感じに乗せます。んでその上にこちら乗せます。こういう感じで乗せていきます。こういう感じですよ。で乗せていきます。よいしょ。はい、こういう感じです。ですね、ネギトロのブルスケッタということで、こちら上の方に青ネギを散らします。まあお好みによっていろいろ香草を乗せてもいいかと思います。ではこっちではネギを乗せていきます。青ネギです。青ネギを乗せていきます。はい、青ネギを乗せていきます。こういう感じです。こういう感じに仕上がりました。まあうちではこちら本マグロを使うのですが、今回はこう近海のマグロ、メバチマグロを使ってブルスケッタしてみました。バケットにしなかった理由は、もうやはりサクサク感の食感があった方がいいかと思って食パンにしております。まあ、そういう感じです。はい、今日も最後までご視聴いただきありがとうございます。さて食べてみよう。うまい。